あの私どもも一定の事象を把握した上で言ってますからねとみんなまで申しませんが申し上げないのは個人情報保護の関係があるから申し上げないだけで分かった上で申し上げてますよと言ってそしたらその私がアメリカから帰国した後も1週間ぐらい何にもなくて。今のお話を聞く限りりははやはり 大変な高収入の方でテレビにも出てる法人の方の親が、まあ、長いこと生活保護をもらい続けるということは理解が得られないんだということをご理解されるのに1ヶ月かかったということでしょ。はい、でこれをもってしてこういうことはもうもらい得にはならないという例になるのであれば、まあ、それはプラスですよね。甘、はい、甘いのではなくて急激に甘くなっ んですよでその一つのきっかけは大変申し訳ないけどばらまき子ども手当ですよ努力の有無に関係なくどういう収入でも一定のお金をあげるよって言われて、まあ、それが一つのブームになってそれで投票された方もいて今の政権ができてあのこれは別に生活保護自体はわ私たちからあった制度ですからそれを批判してるんじゃなくて世の中の波を言ってるんですけれどもそうなってしまって。 あのすごくイージーな発想に、モラルハザードな状況にどんどん行っていて、給食の滞納なんかも、お金がある家がやっていて、子ども手当ても一回支給してみたら、それが子どものために使っていなくて、出生率は増えなかったということが分かって、そういうやり方ではだめなんだよと、今、日本が傷つきつつあるときに、こういうことをきっかけにして展開しないといけないですね、そうでないと、ギリシャ化しますよ。今おっっしゃったんですすけど認識がすごく 甘くなっている人が増えつつあるとても危ない状況で8割方の方はこんな方がもらえるのとびっくりしたんで今回は話題になったのですよこんな方はもらえない断られると思っていた方が8割いたんですよでも何も言わないけど実は同じようにずるくもらってる人もいるんですよでそういうところの穴を今から我々が、まあ、国会の力それから全国の地方議員さんの力 それから地方の首長でもこの問題に真正面から取り組もうとする人の力、私は大阪ではこの点では橋本さんに期待してますよ、やってもらえるんじゃないかと、ちょっと今、動きがあまりにもなさすぎるけど、G メンは作られたということは、作らないよりはいいし、そういう動きになりますでしょ。まあ、各党を無駄な支給は切るという方向には動くでしょうね、でそれで本当に困って餓死してしまうような悲劇は閉じると。 絶対にそんなな悲劇はさせないとだから方向性は一緒なんですけど私たちは一番最初に動いたっていう自負があるのでえ率先して、えー、リーディング的な立場で提言をどんどん出していきたいし、まあ、今全国からまあ似たような事例とかもどんどん寄せられてますし皆さんも非常にお調べなようなのでこれで終わりじゃないようなのでね、まあ、このお話はしばらく。 続くと思いますね河本さんも弁護士とすごく打ち合わせをして、会見をされたなと思うのは、認識がなかったと何度もおっしゃってて、これ、認識があって悪質だとペナルティに行きますよ、あの3年以下、30万円以下の罰金制度がありますんで、だから、自分はそれでいいんだと思ってたということを再三おっしゃってるのは、そこがポイントになってるんだと思いますね、だからそれを裏返す主張が出てくれば、これは別ですよ。 完全に通報してお金が十分あるのは分かってるけれども意図的に減らしたとかいうことがあればただご本人は会見ではそうではなくて単に無知だったと不注意だったとおっしゃってるわけで,で無知で不注意が本当ならばペナルティーまではしなくてもいいケースかもしれません。無理ですよととといいううことを徹底的にに周知させてあの資産隠し不要義務隠しし義務偽装離婚などというあまりにも みんなが怒ってしまうような違反が起きないようにして、で、それが摘発しやすいように、その、そういうことで、一見私たちお金があるように見えますが、あの、仕送り十分にできないんですというなら、十分にできない側が、詳細な資料を出さなければいけないように変える。今回、詳細な資料はお出しになってないですから。お話し合い、電話ということで、それはお認めになってましたからね。で、 まあ私たちはほら保守政党で自主自立を言ってますからこういうことは一番旗を上げやすい政党なのでまあ一つの自民党のセールスポイントになりますからまあ超党派で動くこともありますがまあおそらく解散が最長でも1年以内にはあるのであの率先してやると思いますけどねで党の中ではセコー PT が一応これを担当してますからその中で 出していいくんだと思いますし。今日石原幹事長もあのとても分かりやすい話で不公平感を取り除くと、それから膨らみすぎている、あのー、社会保障費用の縮減という意味では、とてもいいからどんどんやろうとおっしゃってましたんで、そういう方向になると思いますいやあの、あくまでも個人が目的ではないんですね。 ただ今回こういう例が罰だよと返さなければならないお話だと分かったことでかなりのその受給の膨張が未然防止できるんですよその効果は大きいので全部こうプロトタイプに典型例にしてこういうことまでは払われないんだよとこれはだめだよというのを作っていくことが、まあ、目的の一つですね。新事実ががが出てくれれば別ですすよそそはいろんな情報提供がありますがただ私どももその 1一件にかけられる時間は限られていて他にも先ほど申し上げました偽装離婚問題ですとか資産隠し問題ですとかすごい問題提起があるものですから、まあ、その1つとしてねまた新事実が出てくればそれはそれで取り上げます。 5月2日に私が弁護士さんにこうなさったらどうですかと申し上げたとおりだし5月18日に世耕座長と我々があの申し上げたとおりだしですからあのお立場をお考えになってあのそういった社会的責任をご自覚なっていればおそらくこの会見自体が5月の7日か8日だったのではないかなと思いました。 で全国の皆さんに、こういうものにもらい得はないということを私たちは追求したかった、その目的の一つは達成されたと思います。